は、サビーチゲーム。サビーチゲーム、ちょっと前に、エロガッパさんの違う、エロガッパ一番かエロガッパが、あの動画で一番面白かったのメロガッパさんとエロガッパさん聞き間違えたとかやな一番わかんねえメロガッパさんねメロガッパの企画バージョンのサビッチを、はい、俺らまあやらさせてもらった。まあ2人で一致させるってやつね。で俺らがもともとこの1年1年半以上前かな、はい、やってたのって4人、はい、これで、出されたお題に対しての歌をのサビを一斉に歌って一致させるって企画を俺らはもう何年も前にやってましたね。はい、ちょっとやっぱ俺らこっちの方が向いてんじゃないかと。そう、なんかね、あの仲間割れしてる方がおもろいんだよ。そうまあ俺らほらデュオじゃないから、そうチームでやってるんだよね。で俺が一視聴者で見てた時もそっちの方がおもろかったなと思ったの。なので今回俺は出題者側にちょっと初めて回らさせて。おお、なるほど。いつもまあちょっと俺が書き決めらしてるとこもあったり、そうね、3-1でも俺は頑張ってたタイプなんで。いやね、これやだけどちょっと俺はちょっとあっち側に回ってみたいなという。なるほどね。あそうそう、揃うよ今日は。よかったぜ。それはおかしい。本当にやったら揃うわ。おかしい。嬉しい嬉しい嬉しい、ありがたい、ありがたいもう感謝されてる出会うこと勘弁してや。まあだからそれで久々にそのサビ1やるんで、まあ過去にもねいろんな動画ちょっと上がってるんで、はい、ちょっと概要欄とかに貼ってもらったりしてね、はい、昔の動画もちょっと見てもらいたいんで。それではやっていきましょう。 It's Showtime! 準備ができましたか。はいはい、第1問、夏曲といえば水蓮花抜きで夏な、はい、水蓮花を抜いた夏曲といえば OK OK。 これどんだけ自分たちのそのインスピレーションを共有できてるかもね、大事だから。うん、ああ、オッケー、行きましょう。どうぞ。はい、せーの。夏が始まった、いつかした、傷つき疲れるけどもいいんだ。はい、おお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 じゃあもうちょっと四季いきましょうっていうことでいきます、はい、冬ソングといえば、じゃあ粉雪は抜きってことだよね。粉雪抜きやな、そうだね、うん、前回の動画で言うと、せーの、泣きたいくらい僕が君を行くのになればなるほど。パウダースト、こ雪の花、こ雪の花、アウトー、こ雪の花、リエがお願いします。学園ドラマといえば、学園ドラマ、そんなん、せーの、大事なドラマ、大丈夫、ドラマ、どうもくらい、どうもくらい、あの、なんだっけ、あの、大事情、虹、青木先生、青木アミゴ、あー、極戦にも入ってこやん、せやな、うわー、あっちゃー、うわー、いや、ちょっと今日も、前回ね、ちょっと葉月先輩の節あったんですよ、ね、そう、でもマジで気をつけてる。あと、新車ビール、歌ってなかったし見たわかんねえ。歌ってなかった。嘘だな。童謡といえば、童謡、せーの、ある日森の中クマさんに出会った。おい、食べるなよ、おい、絶対森のクマさんやろ。3-1 3-1やで、今どうやって挽回すんだよ。で、何歌うぞ。僕はゾウさん。お？オッケー、ちょっとね、近づいてきてるよ。でも3人まで来たから。はい、オッケー、次は問題お願いします。 CM ソングといえば、 CM のない、せーの、ウェルカム、こちらこそ日本へ、意味合いはここに。叫んだよゴミだ、SE なのこれ。
のにとこれもうほぼ C やね、歌っちゃう C やリベンジ行こう、カメラの台お願いします。おい、何偉そうに1回くらい言ってんのか、立てよお前、立てろやろ、おい失礼します、じゃないね、何を偉そうに。次の話題お願いします。ジブリソングテーマ、いやこれはわかるだろ、せーの、ポーニョポーニョポーニョ、スカラの子古い島からやってきた。圧倒的違うもん、歌詞も違うし、ポニョポニョポニョ魚の子、青い海からやーって来たでしょ、ポニョポニョポニョ魚の子、古い島からやーって来た。どっから来てんねん、イニシエの生物みたいな。次のお題行きたいと思います。食べ物の名前から入る曲といえば、つぶつぶ食べ物、じゃせーの、食べていいかー、へい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 、これセロージクッキーね、タラポ、なんかタラコがちょっとやだな、なんでだ、ずっと IQ 低いぞ、ポーニョとかさ、ポーニョちゃん、タラコやろ、ジマとかさ、普通に親ばかにしてる、ヨータじゃない、ヨータだ誰かに寄せよ、一回、オッケー、もう、はずきくんだと思って歌おう、全員ドラモンのも考えて歌ったんだ、うんうん、お題もちょっとじゃ寄せるか、うん、次のお題、お願いします、です AKB48 といえば、誰が寄ってんの、誰が寄ってんのそれ、ね、誰が寄ってるのそれ、見たことない、聞いてんの何がせーの、アイマッチュー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 、ポニチューしてるから、迷ったね、なんで外そうな、次ちょっとじゃあ涼太くんに寄せてみよう、 OK、 寄せて、それでは次の答えお願いします。キング&プリンスといえば、もうそんなの余裕やん、なんかな、せーの、君はシンデレラ girl my precious one you are the only flower in your ear、 ほら IQ もそうなの、ドラッシュ、はい、IQ 低くなっちゃったんで、 あ、逆に倍合わせて、合わせて、うん、弱、なんで答えれたら答えられて俺は分からへん、ありがとうや、問題がおもんないか、弱い、あのまま達成だから、なんかイエーイってならないもんね、当たり前やん、それはそうです、最近のアニソンといえば、せーの、誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、イエーイ、大事はこっちから行くよ、アイドル、アイドル決まってる、アイドル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 、間違えるやったら違う歌歌おう、その初めて黙ってみんなで歌って一番寒いからなんで企画的にやんの、スポーツアニメといえば、スポーツ、ああもうこれはもうみんなそうでしょ、これはみんなそうでしょ、スポーツアニメやろ、うん、みんなみんなそうでしょ、全部入ってるからどっちみんなそうでしょ、せーの、涙じゃえませんはい、瞬間だよって思ってあげる、はい早い早い元気やー、うわー惜しいとこまで来てんだけどね、うん、ガチ迷惑かけられてるね、高すぎてさ、じゃあラストいきますね、よっしゃ決めよう、ありがとうと言えばありがとう、ありがとうね、せーの、ありがとう、泣いて涙を、ありがとう、泣いて涙を、ありがとう、ありがとう、そんたんちゃん、そんたんちゃん、スマップじゃないんだよ、つなぐいってほしいって言ったよ、スマップのありがとう、スマップのありがとう、スマップのありがとう、西の川のありがとう、君以外でベストフレンドだな、ベストフレンドほんまにないわ、あーもうマジでないわ、これ
これさ、よく考えたらだけどさ、そのなんか普通4人のがお題簡単になるもんじゃん。確かに。それはそう。ようよう考えたら、チームプレーになる方がみんな強なるかな。あー、なるほどね。前回も今回もお前夏かった。ひどいな。怖いよ。ちょっとね、あの歌の企画も皆さんにね、お届けできる機会増えると思いますので、ぜひ楽しみにしておいていただきたいなということと、はい、チャンネル登録、高評価、コメントの方もたくさんお待ちしております。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。これ畜生だよ。指示はやっぱ6人でやっちゃダメってことだよ。そうね、確かに6人やったら多分全部そのこれで揃ってたら逆にあかんよ多分。確かに。あ、4人でもね。4人だけ。そうだ、4人では完成してないってことだから。そう、うん、でも見出してたの全部決めなきゃつらいで。ありがとう。おかしい。